こんにちは、山本義岡です。第3回電撃ヤマメ釣りツアー8月5日土曜日、実施予定通り実施します。集合場所は JR 奥多摩駅前、時間は午前の7時45分から8時15分の間、30分間ですね。でどこでやるかっていうことはですね、これはその時お伝えします。ただね、非常に暑い時ですから涼しい渓谷であります。まあほとんどこう覆いかぶさってるところですから、覆いかぶさってるって言っちゃちょっとあれですね、まあ日が ほぼ当たらないような場所によっては当たります。そういうところでを選んでありますから、まあ涼しい、都内では35度を超えるような猛暑日になると思いますけども、涼しい、とこですね。そういうところでやります。でまあ図書は何回かありますので、ウェーダー、私はあれですね、ウェットタイツにアユ旅でやります。もしウェットタイツとアユ旅があるんだったらそれの方がいいと思いますね。そうするとね、ちょっと寒くなるような感じでしょうかね、日中でも。まあスリムウェーダーでもウェーダーでも構いません。ただね、何回か図書がありますので、念のためね、いつも持っていくんですけど、竹の杖を2本持ってきます。まあ、私はだいたい使わないんです。まあ、一人で行くときは使うんですけどね。まあ、ということで、ちょっとね、細かい注意事項の前にですね、ちょっとね、ある提案をしたいと思いましてね、コメント欄で皆さん、どうでしょうか、言っていただきますとね、こう私もこういうのだったら参加してみたいな、こうっていうことをね、そんなことしなくてもいいんじゃないか、そんなって。この前ですね、大和の春景抜き校長 61M 中天 V、 これを、まあ、宣伝させていただいたわけですね。3つの抜き信用ともにね、それで Amazon とか楽天とかね、いろいろ言ったんですけど、まあその後ね、Amazon ではもちろん直販ではもうその当時から一時在庫切れだったんですけど、何店舗か扱ってたんですけどもね、もう扱ってる店舗がなくなりました。あと楽天もね、なくなったみたいなんですよ。でキャスティングオンラインストアではもともと品切れだったんですけども、実際の店舗ではバッテンが多いところですけども、店舗に問い合わせっていうところは、私が宣伝する前は8店舗だったんですけど、今ちょっと前まで6店舗ですかね、現在は分かりませんよ。まあ、それで、多少また売れたかなと思うもんですから、で何を言いたいかっていうとね、春景抜き校長、これまあ抜き電撃ヤマメ釣りの入門竿としては非常にいい竿なんですけども ね、それでこれを買った人だけをですね、集まっていただいて、電撃ヤマメ釣りをね、皆さんで語りながらね、やってみたいと思うんですね。今シーズンできればと思うんですけど、来シーズンになるかもしれませんね。でそれについてコメントで、そういうのだったら参加したいですねとか、なんかって言っていただけね、そんなことする必要ないよっていう人にも。あとね、まあ高いそうなんですけどね、これガマ渓流ガマアカツの原月尺抜き650ね、これももうだいぶ前から宣伝してまして、まあ買った人もいるかと思うんですよ。でこれね、これもこれを買った人のみね、集まっていただいて電撃ヤマメ釣りツアーをね、これは奥多摩川でね、まあ今シーズンはちょっと無理だと思う、来シーズンは釣れると思うんですよ。皆さんが行ったことないようなとこ連れて行って、まあインディードーンズプラスディズニーランドワル2っていうとこも連れて行ってあげてね、もっともっとすごいとこ連れて行ってあげて、ね、本当に電撃ヤマメ釣りってこんなもんだってことをね、そうね、5月か6月の初め頃にやれば体験できると思うんですね。そういうことを考えてます。コメント欄で言っていただければね。それでですね、これから細かい注意事項いきます。竿は5メートルから6メートルちょっと、まあこれ 6.1 なんですけど、これは大丈夫です。でそんな短い竿は持ってないよって言って 6.5 メートル間に合います。
まあ、あの場所によってはちょっと防災に引っかかっちゃうかもしれませんけど間に合います。だから新たに買う竿を買う必要はないですよ。 6.5 メートルでも間に合う場所がかなりあります。それで、もう一回いきますね。竿の長さは5メートルか 6.5 でも間に合う。7メートルはちょっと勘弁していただきたいと思うよね。でも7メートルしか持ってないですけど参加したいっていう人はね縮めてやればいいですからね。それでも十分やれますから。はい、ということで、まあこれが竿の長さの関係です。あと餌はですね、カワムシを採取する、まあ黒カワムシプラスオニチョラですね、なかなか平たいいないもんですから時間ばかりかかって取れませんから、この2種類と、あと皆さんできればミミズを一箱を持参してもらいたいと思いますね。お金かかると思うんですけど言っておきますけどね、イクラとかね、ブドウムシ持ってこないでくださいね。もったいないですから、それでは釣れない。何しろカワムシやったって今回はねこれだけの暑さとね、人がやった後で数少なくなった上に放流されてないところ行くわけですからね、漁協が放流してないところ行くわけですよ。あえて出ないと意味ありませんからね。それでそういうところでやりますからね、いくらとかブドウムシなんか買わないでくださいね。ということで一つ、あと仕掛けはね03を主体に、04を呼びに行って、でまあ仕掛けは竿よりだいたいマイナス40から50の間で、まあマイナス45センチくらいで、まあ根掛かり、今回背が多いところですから根掛かりする可能性大きいですよね。ですからまあ03を2つ、04を1つは最低作ってきてもらいたいと思うんですよね。でまあこういうことで大体終わるのをですね、まあその時皆さんにお聞きしますけどね、今日は何時来るまでがいいですかとかってね、で聞きますけども、まあ終わりは4時前後、皆さんがもうちょっとやりたい、悔しい、釣れないって言ってやっても4時半くらいですかね。5時だとちょっと遅くなっちゃうような感じするもんですからね。JR 駅内、駅から徒歩圏内です。と言っても結構歩きますかね。で、今度は水分。もう一回、水分ね。これ集合前に最低500ミリットル1本飲んどいて、ガーッつった。それで1本を持って行ってください、渓谷に。まあ、涼しいからこれで足りると思うんですけども、まあ、ザック持っている人はもう一本念のためにね、これだけ暑くて脱水症状を起こして、水を川の水飲まなくちゃいけないなってことになったらね、いきませんからね。あとね、タオルだと大きいですけど手ぬぐいがあればいい。手ぬぐい一本、なぜかって言ったらもうちょっと歩きますんで暑くなってね、体首冷やすのが一番なんですけど、それ水絞ってこうやればさーって冷えていきますからね。まあそれとあと昼食はおにぎり1個、大きいのはね、おにぎり1個、私はこんな大きいの作るもんで、ね、まあおにぎり1個、小さい人は2個、まああんまりね持ってきても食べる時間そんなないと思うんですけど、釣れなければ食べる時間でちょっと谷型にね、谷型移動しようかなと。で、釣れなければね、振り込みの指導します。これ第一番大事ですからね、これね。確認しておいてください。この前は1分から2、3分だったんですけど、今回は10分くらいしつこくね、実際伴って。どうしたら目的地に到達するけど、遠く投げられるかね。これやりたいと思ってるんですよね。あと、まあ、餌の話しましたから、水分の話をしました、糸のも話しました。それで現地で作るもんですからね、03と04、あと針ね、まあ小笠山メアハウスで6号にしてください。それがない人は小さい針です。まあ針ね、これを持ちてください。03一缶、04一巻、あと針ね、あと重りはね5号から3B くらいですかね、4B
四便も持ちてくれるとありがたいですね。主にね。あと、そうですね、何がいいでしょう。そんなところでしょうかね。で、まあ、雷雲はあるかもしれませんけども、レイウェアは必須ということでね。で、なるべく荷物はね、少なくしてください。ザック入れるにしても、必要な分だけ入れていただいてね。今回はちょっとしたとこ登ったり降りたりしますんで、ザック少ない方がいいです。まあ、一箇所だけね、ちょっとありますんで。あとどうでしょう。電撃雨めずりツアーだから釣れんじゃないかと思って期待していただくと、ちょっとね、厳しいところ行きますから。放流がありません。はい。ニジマスどうでしょう。下流から遡ってきてるのがいれば釣れますけども、そんな数は多いと思いません。ハヤはいません。私的にはですね、電撃全員でですよ、何人来るかは分かりませんけど、電撃ヤマメ一匹は釣れるんじゃないかと。これも夕方になってね、時間遅くなると釣れ始めますから。釣れ始めるのが8時半から9時ですからね、ちょっともう遅いわけですよ。それで下流から遡ってきたね、放流された大きなイワナがヒレピン近くになってね、これシャッカミが釣れるかなと1匹。そうすると全員で電撃ヤマメ1匹、シャッカミ野生化したイワナが、シャッカミイワナが1匹くらい釣れるんじゃないかなと、こういう思ってます。ただこれはね、前半じゃなくて、ね、後半で、それも、まあ、4時半頃、4時に帰っちゃうと釣れないかもしれないかもしれないんですよね。で、何のために土曜日やったかっていうと、ね、次日曜日だからサラリーマンの人も遅くまでやれるんじゃないかっていうことなので、できればね、5時までやっていただけると、こういうのが釣れてくる可能性があるわけですよ。まあどうなるか分かりませんけどね。また乾杯、実は乾杯でした、2度目でございますなんてことあって、95% ありえますよ。残りの 5% どうするかね。あと基本をじっくり体得していただくと。あと、まあ、カワムシの取り方とかね、ポイントの見方 もううるさく言います。今回はね、必ず来てよかったという、こういうふうな思いはさせてあげたいと思ってますので、皆さん参加お待ちしております。今まで参加表明されていた方も、この動画のコメント欄で参加しますよ、間違いありませんよって言っていただくと吉岡は嬉しいですね。ということで皆さん、8月5日 JR 駅前でお待ちしております。ありがとうございます。最後まで視聴。